マルバ対決シリーズ1対1期待の若手バージョン。はい、今日は、今日もですね、豪華なゲストが来ていただきまして、まずじゃあ、左側の、選手から紹介しております、マルバ卒業生の、松本雄介選手で、この度見事、U23 日本代表候補、フットサルの日本代表候補に選出されまして、先日まで代表の合宿に参加したこと、代表候補合宿に参加したここです。はい、左利きで優秀な選手です。自己紹介します。はい、マルバミント SC27 番の松本雄介です。今回はレーソルのプロと対決なんで、負けないように食らいついていきたいと思います。お願いします。続きまして、中目でファルザン選手、ジュニア世代からですね、ずっとレーソルで、アカデミーに育ってですね、今回見事、トップ昇格ということで、来シーズンからプロ選手として、レーソルで活躍する予定の選手です。はい、じゃあ自己紹介お願いします。カシアレーソルのモハマドファルザンです。今日は F リーガーと対決なんですけど、負けないようにしたいです。はい、2人ともね、才能豊かな選手なので、今日はなかなか見応えのある一対一が見れるかと思います。はい、はい、じゃあ、マルバでは、もう恒例の、メニューなんですけども、1対1対決ということで、オフェンス、ディフェンスに分かれてですね、青い門か黄色い門を突破して、シュートが決まったら勝ち。シンプルです。でディフェンスは取ったらもう今日は勝ちなので、はい、でこう攻めと守りを両方やりながら進んでいきます。はい、じゃあ大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ最初パス1回出して、でリターンして、これでスタートいきましょう。いいですか。はい、はい、じゃあ早速ですけど、モハメド選手先行でいきたいと思います。回り取りながら、おー、ナイスです、どうなる、よっ、おお、お前縦見せて、お前がいた、素晴らしいです、ナイス連戦、素晴らしい、またディフェンス、ディフェンス得意ですね、左利きのディフェンスのが得意な選手です。駆け引きの中で前に行きたいところですね。残り足出ました。じゃあ行きましょう。ちょっと使ってから、なかなか入れるな。戦いの中で。ね、ナイス。まずブラッシュアウト。さあ両方とも手足が長い。お、ナイス。いい駆け引きだ。集中力が。おー、ナイス、もう次で。見て。おー。曲がるよ。おお。うわけ。互角の戦いだ。なかなか手ごわい。なかなか手ごわいです。ちょっと休むか。今の時代。さあ右と左逆取りながらどっかに前に行きたいところ。おー、ナイス、おー、来た、ナイスです。足投げるしな、足投げるしな、足投げんだよな。3本目、4本目、3本目です。ああ、ナイスです、ナイスです。2人とも残り足でボールを奪っていきます。めっちゃ速いって言ってる、サイドに行ってめっちゃ速いって。来た、
突破、縦突破でゴールが入っていない、ゴールが入ってない、松本選手、さあ疲れが、さあこれラスト一回りですね。じゃあこれで決まらなかったら、じゃんけんは避けたいが、じゃんけんになってしまう、避けたいが、ピッ、さあ今おいで、よろしくです、あとで突破チャレンジ、まだある、あーそこのディフェンス強いね、2人とも、さあラスト松尾選手決めれば勝ち、これよし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 、あーれこれです、あっちゃん、いっちゃってあっちゃん、さっきの縦突破を追い、あ、来た来た、なぜ、あー、ノーマル、なぜ打たない、なぜ打たない、なぜ打たない、得意な左足、ピピッ、じゃあちょ、じゃあ2人とも来てください、まだね、0-0なんで、まだ分かんないですよ、まあ、まあまあ、じゃあ一言ずつ、今ちょっとね、途中ね、途中経過で、じゃあ先行の入れるの、ハードな戦いですけど、どうですか、ここまで強いです、強い、リーチ長くて、リーチが長くて前入れないです前の中前入れない、じゃあ松本選手、リーチ長いのこっちの方が長くて速いんで、ちょっと距離を詰めすぎると、一瞬でやれる気がするので粘り強くいきたいと思います。最後ね、シュート打てたんじゃないかなって思ったんですけど、なぜ切り返したのっていう、その辺はミスった、ミスった、分かりました、じゃあちょっと休憩挟んで、あと1サドンです、なかなかね長くなりそうなんで、オフェンス1回ディフェンス1回ここで決めてください、決めにかかってください、2人ともここで決められなかったら、いやちょっとね、じゃんけん、じゃんけんになるか分かんないけど、じゃんけんかバーテップか PK、 じゃあ、あーそれもある、あーそれもいいね、 PK 戦、あー確かに確かに、バーテユッケ勝てんじゃん、あっち向いてほい、いやーこの距離感にあっち向いてほいですね、確かに面白いでしょ、あっち向いてほいにしよう、同点だった、いやまだね、同点、前半戦です、前半戦、前半戦、俺ファルザンには勝てるかなおっおっエキシビション来るか、むしろこの間のが勝てたね、指定ね、指定対決、絶対勝てた、指定対決バキバキだ、ウーミングアップ超えちゃった、さあ行きましょう、行きましょう、さあ、サドンです、ファルザン選手オフェンス、来た、そこの回した後のリーチが、そしてそこの前に出せない、力の能力があります、そう、あー、来た、そう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 、さあ、待て、この間のディフェンダーたちとの違いない、来た、来た、来た、いやーゴール、いやー決めに来た、いやー決めに来た、よし、あ危なかった、ここは大選手、大選手、終わりきります、あー長い戦いになりましたね、1対1、大選手、いやーなかった。さあ決めなければいけない松尾選手、いやマジでなくなりました、これでもまあ決めればまだ、そうですね、続くので、苦手な、まあちょっとね、意地とプライドが願ってます、出てます、もう願してない、さあ日本代表アンダシューさん、もう大丈夫、見せるか、来た、来た、大丈夫、見せるか、あーまた切り返してピッピッ、いやーまず勝者のファルザン選手、ファルザン選手インタビューです、見事勝利、おめでとうございます、ありがとうございます、じゃあなんか勝利のコメントを、いやー体入れられたんですけど生き切りました、生き切りました、さすがですね、最後結果出し切って、はい、勝因は何ですか、勝因は
ちょっと前に行けるか悩んでた感じでしたけど、はい、迷ってた感じですけど、長い戦いだったんで疲れとの戦いに勝ちました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。また来シーズンも、はい、結果を出しながら頑張ってもらえたらと思います。ありがとうございます。じゃあ松本選手、ちょっと最後ね言ってたんじゃないかなっていうところなんですけどね、どうですか。デジャブ勝てたんじゃないかなっていう攻撃はちょっと苦手なんで、苦手なんで NCR だな。そうですね、 NCR だな。いや、あそこまで行ってたんだね。もう振り抜いちゃえば、ただ早いから、はい、早いからすぐ足伸びるしみたいな、迷っちゃったと。いや、足負けたくなかったけどな。そこ振り抜いちゃえば、あそこでちゃんと足が伸びてくるのが素晴らしい。なるほど負けました。なるほどですね。すごかった。じゃあまた次の課題として、そうですね、はい、最後までついていくっていうところを、はい、課題にして、課題で頑張ってみます、はい、頑張ってもらいたいと思います。じゃあちょっと後ろ向いてね、はい、じゃあ最後2人ともじゃあ終わりかな。はい、そうですね。今日はありがとうございました。はい、拍手ありがとうございました。はい、じゃあちゃん、さっきのためにもう応援だ。来たー、あはは、なんで、あーおー、なんで、お前のディフェンダーたちの違いだ。来た来た、あーいいやー。